はい、皆さんこんにちは、カズエンドです。今週ちょっとどういう動画を撮っていこうかなとかいろいろ考えている中で、昨日の動画でちょうど50本なんですね。なのでちょっと50本振り返りながらも、まあ、今週どんな動画撮っていけたらいいかなっていう内容を少しねお話しできたらいいかなと思っております。皆さんどうですか、僕のチャンネルは。始めてちょうど1ヶ月半ぐらい経っていて、カテゴリー分けができていないとか、まあ、サムネイルがたまにないものもあるとか、音質が悪いとか画質が悪いとかピントが合ってないとかね、いろんなちょっとご不便とか、おかけしているかと思いますが、まずは私の中の目標はね、毎日しっかりと更新する、毎日しっかりと動画を撮って出していくっていうことを目標にやっていたので、まあ、そこら辺はねクリアできているのかなと思っております。カズエンド YouTube 始めるよって、このね1回目の動画とかね2200回再生してくださって、今50いくつかグッドアンサーしていただいてるとか、まあちょっと嬉しいですよね。皆さんなんかこの動画面白かったとかあったらぜひコメント欄教えてください。今検証してみたんですね、どんな動画を上げてきたかっていうのはちょっとリストにまとめました。一番ね多かったのが語る系の動画、まあこれはおよそ13本上がっていて、まあホームページの写真選んでくださいとかで私の写真並べてとか、まあアップルのイベントがもうすぐ始まるよとか、あとは震災についてですね、3.11 の震災のお話をしたりだとか、その熊本のね、先日に起きた震災の話をしたりとか、そういう語る系の動画が13本。で、続いて、商品紹介というかね、その、もの。カメラの紹介だったり、アップバンクでもらってきた豚麺の紹介だったりとかね、そういうような話をしたのが第2位で10本。まあ、まとめると商品紹介になるのかな。はい。それですね。まあ、主には、まあ、私の 5D Mark III の話だったりっていうのをしました。で、第3位が、息子との動画。息子と一緒にいる週末を基本に、まあ、息子と一緒にワーキャー騒ぎながらやるっていうのが6本でした。続いてサッカー関連が5本。まあ、サッカー選手になるためにはこういう気持ちでいたらいいよとか、まあ、昨日挙げたサッカーしてきましたとかね、あとはカトケンさんがね出てくれた回、エルゴラストの選手名鑑のあれとかが4位で5本。続いて、5位になるのが、まあ、社内動画質問コーナーとか、あとは、まあ、ロケ動画っていうのかな、そのマックス村井カートではどうだったかとか、あとはゲーム関連ですか、クロシーロードやったりとかパープルやったりモダコンやったりっていう動画がそれぞれ4本ずつで、その次に来て3本っていうのが iPhone 関連動画が3本です。でそれが第6位なんですね。でまあいろいろこの50本を上げていく中で検証すると、あまり私が動画を出していない今のカテゴリー分けの順位で言うと4位5位6位になる、そのサッカー関連だったり社内動画ゲーム関連ロケ動画とかね、そういうのとか iPhone 関連の動画が非常に見られている。中でもね、 iPhone SE いいねって言った、動画に関してはね、まあ SEO 的にもうまくいったのか3万回ほど再生されるようになりました。で、 iPhone SE 小さかったとか、実際私が持ったインプレッションであったりとか、そういうののね再生数が非常に多かったということで、もっと iPhone 関連をね皆さん見たいのかなっていう感じです。なのでもっともっとアップバンク絡みで、MAX ムライトの動画撮ったりだとか、 iPhone 関連の、アクセサリーの紹介をもっとした方がいいのかなってちょっとここ最近思い始めています。ということで、まあちょっとこれもねもう少し検証段階で、やっていく必要はあるんですけど、今週1週間は iPhone 関連のアプリであったりとか、あとはアクセサリーだったりとかっていうのをちょこっとずつ紹介できたらいいかなと思っております。まあゴールデンウィークまでなので、月火水木ぐらいまではちょっとね iPhone 縛りで動画が公開できたらいいのかなと思っております。今日もう一本ね動画をこの後上げようと思います。先ほどパワプロアプリをやりました。最近僕パワプロハマっているんで、パワプロのサクセス作成しましたので、その動画を公開したいと思います。今週のどこかでモダコンの動画も上げたいなと思ってますし、ちょっとゲームネタもね少しずつ増やしながらいろんなことをやっていきたいと思いますんで、引き続きこのカズエンドのね YouTube チャンネルをご覧ください。もう少しね登録者数が増えてきたりとか、安定的にこのぐらいの人たちが見てくれるんだなっていうのが分かってきた段階で、もっといろんな幅を広げながら、今構想にいろいろあるんで、そういうことをねやっていけたらと思っております。ひとまずこんな感じでこの動画を終了したいと思います。引き続きカズエンドよろしくお願いいたします。じゃあまた、バイバイ。